て1万5000円のオープン走行です。天気は曇り、雨が降りそうです。はい、どうですか、初めてのオープン走行は。うん、思ったよりは無事無事という表現でございました。もっと風がね、バンバン来るかと思った。日差しはどうですか、今日は曇りですか。幸い良かったです。大丈夫ですか。カンカンデリバーちょっとやめたいです、はい、はい。帽子も多分、帽子は飛びませんか。今んとこ無事です。はい、大丈夫そうですね。はい、爽快感はどうですか。うん、本当は森の中を行きたかったかな。あ、今街中なのでね、はいはい、自然の中を走るともっと気持ちが良さそうということですね。はい、そういうことです。止まってあげましょう。はい、あなたの車を選ぶはずでしたが、そうなりましたが、そうね、いかがでしょうか。まあこれはまあお父さんのものになったって感じで、まあ一つ楽しみが増えていいんじゃないかな、はい、お父さんの楽しみが増えたってことだね。元私の車がかなり女の子仕様になってますいかがなもんでしょう。うん、やっとなんかちょっと自分らしくなってきたかな、あの車が安心して乗ってます、はい、だいぶ慣れました。はい、それはいいことです。はい、自分で運転してみようとは思いませんか、これを。そういいよ、運転してみても。はい、ただ今日ちょっとサンダルできちゃった。今日はね、また慣れて、私があちらの車に乗るときはあなたがこの車に乗ってください。はい、ちょっと右と左ウインカーとワイパー気をつけて。そうですね、最初は、まあ、すぐ慣れるけどね、もともとの国産車のね、うん、レイアウトの頭の活性化には良いかもしれないね。老化防止も活用してください。そうね、そうね。最近ボケがちょっと全然来てます、ね、全然自分のことを語り上げてそれはない。私はいちいち言わないだけで、実はいろいろある。お互い様ということで。左はどうでしょうか。行ける。行けるけど後ろから来ちゃった。本当だ。ユキがこの車見たらびっくりするだろうね。まだ知らなかったね。どうかな。このオープンの状態で行ったらびっくりするだろうね。どうしたって。お母さんの車、お母さんがオープンで走りたいからこれ買った。いや絶対信じないと思います、うん、お父さんの好みだなって。でも本当にね、もっと風がねブワってくるかと思う。これを立てとくとまた風が。あ、ごめん、あ、これいい、こうしよう。上に、うん、うん、オッケーオッケー。あんまり風が強いと動いてくる。へー、エアコンも、あ、ウィンドウを立てとくといいかな。ウィンドウを立てとくとまた風の入りが少なくなる。なんかこれ黄色のコペ、もう今飛んでた。ちょっと丸い方のコペだね。昔のもっとなんかすごい状態になるかと思ったけど、今のところまあね、想像よりは別にハードルは高くないですね。そうね、はたから見るとすごい状態かもしれないけど
か名前が出てこなくなっちゃった。老化現象。ほらほらね、人のことね。ショックさん、名前が出てこなくなっちゃった。ここに映ってないか。大きくすると出てくる感じ。この状態だからさ、一体誰なのか分かんないでしょ。そうそう、恥ずかしくないでしょ。全く、ね、そうやってや幸いね、マスクがね、皆さんのね、通常になってるからね。サングラスかけて走れば別に、恥ずかしくもないし、まあ、遠く行けばね、誰か分かっても全然いいんだけどね、うん、近場だとね、えってじゃあおじさんおばさんが、おじさんおばさんが乗ってるわって後でから見ると、そうね、そういうことだよね。まあでも本当に今も開けてくのって思ったけど、思ったほど風来ないからよかった。ちょっと日差しが強かったからね、あそこ日差しだったらこれ嫌でしょ。さすがにね、完全防備は今もしてるけど、してるけどね、完全防備。そのためにエアトップがあります。あれエアトップ、あの布のやつね。まあ、そこまでオープンっていう感じはしなくなるけどね。このなんていうの、オールドだと言いますか、で空が、青空が見えてるとまたね、気持ちいい。はあ、これのあれだよね、森林浴するといいね、本当にね。いつも走ってるのはそっち方面だからね、うん、森の中を走ってるから気持ちいい。中をオープンに走るのは初めてかな。わお、わおわお。なんか旗から見てみたいわ。